はい、皆さんこんにちは、タートルです。下腹ぽっこりが気になるのに全然引っ込まない、腹筋やっても首が痛いだけ、起き上がるのすら辛い、そういった方におすすめな揺れるデッドバグを紹介していきます。今回のメリットは、腹筋が苦手な方でもしっかり体幹が鍛えられる、お腹をへこませる腹横筋が鍛えられる、腰を丸めやすいので反り腰の方でも簡単に行える、いいとこ尽くしのメニューになります。一つポイントを先にお伝えしておきます。腹筋の最中は息を止めてはダメです。息をとにかくふーっと吐きながら腹筋運動を行ってください。そうしないとお腹をへこませる腹横筋が鍛えられません。一緒に頑張っていきましょう。今日も一歩前進しましょう。全部20秒のメニューになります。呼吸はできるだけ2回か3回息を吐き続ける感じです。まずは片足を少し持ち上げて、膝を片方抱えます。上体を起こして、このままキープです。スタート。足は持ってね、できるだけ上半身を起こしてください。支点は腰です。背中がつくんではなくて、腰を支点に体を持ち上げます。足はできるだけ低く。息を長く吐きます。はい、オッケー。次は同じように反対の足です。もし起きるのがね楽だよって方は、手は軽く添えるぐらい。スタート。自分のね体で上半身を起こす感じ。辛い人は足を持って体を起こします。できるだけ体を起こしてください。はい、オッケー。次は足を両足伸ばして、手を前に伸ばしてキープ。頑張りましょう。スタート。これもね、足は低く、腰を支点に。辛い人はね、ちょっと膝をね曲げて、こういう感じ。とにかくね、最後までやっていこう。よし。OK! あー、ちょっと効いてきた。よっしゃ。次は、今ので、手を頭の後ろ。これでキープ。手、頭の後ろがね、きついよって人はね、たまに倒れていいよ。また起きて。これ結構辛いよね。20秒だから頑張ってね。頑張って。うわー、いってー。うわー、腹減ってるから気持ちが悪い。あ、今度はね、揺れます。手、頭、こういう感じ。足を下ろすと同時にね、上半身を起こす。一回ずつ息吐いて。オッケー。痛い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 。腹痛い。いや、ラスト。万歳。万歳で揺れる。あ、痛い痛い痛い、吐いて。しゃ、行こう。最後こう。手はね、上の方が辛い。うわ、痛い。いって、うわー、ぐわー、いって、吐いて。あー、お腹痛かった。お疲れ様でした。皆さんお腹どうでしたか？腹筋の奥にしっかり効いたよ、頑張ったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。今回ね、20秒6種目しっかりお腹に効かす意識ができたと思います。腹筋で息止めてしまう、反り腰の方、腹筋が首が痛い、そういった方は今回のメニューを何度もやっていくことによって改善されていきます。今回もご視聴ありがとうございました。